毒はいいぞ。男なら海で出ろ。じいちゃん、で海賊になんかなんないよーで。おいルフィ、ちょっと来い。ほれこれを見てみ、これこそ今回の大戦利品、幻の木の実、ゴムゴムの実だ。敵船が偶然持っとったのをわしの大活躍で奪い取ったんじゃ。売れば50億ベリーにもなるという。マジ？お前、そいつは魔性の木の実なんだぞ。食えば一生泳げない体になってしまうんだ。ええ、嘘だろ。本当だ。俺本当に一生泳げないのか。ああ、そんな、まあいいや、どうせ海賊になるわけじゃないし。そうか、気にしないんだな。うん。お前が海賊になりたがってないのがせめてもの救い。大丈夫、水に携わらなくとも楽しくやっとる人間などいくらでもあるわ。ん？じいちゃん、俺嘘ついてた。なれるかどうかわからないから、本当はじいちゃんみたいな海賊になっていろんなところに行きたいんだ。一生必ずになってやだよ。ルフィ、お前、そうか、海賊になりたいのか。海をなめるんじゃねえ。いいか、海ってのは池や川とはわけが違う化け物だ。海の真ん中で船が沈んだらどうする。そんな小さいことで男が。この暴力じじい。貴様、じいちゃんを蹴るとは何事だ。仕掛けたのはそっちだ。あんた誰なの。へえ、じゃあ金槌なんだ。一緒な。この帽子はさ、暴力ジジイがいつもかぶってた帽子だ。俺の宝物なんだ。宝物か。